にちは。今日はこの2つのボールを使って腰の緊張をほぐしていきましょう。お尻の大臀筋はこのように胸腰筋膜が交差点となり、背中では広背筋、お腹では腹横筋とつながっています。今からお尻の筋肉をほぐすことで腰をリリースしましょう。まずは仰向けに寝転びます。そして膝を立てた状態でボールはくっつかないように少し離して骨盤の下へ置きます。でまずは上下にボールを転がすように動きます。足で少し踏ん張るようにするとやりやすいですよ。今度は左右に揺らしましょう。硬いところが少し見つかったらボールが温かくバターのように柔らかく溶かしてくれる、そんなイメージをしてみてください。今度は8の字で動かしてみましょう。リラックスした状態でゆったりと呼吸をしてみてくださいね。はい、そしてボールを取ったら体の変化に気づいてみてください。どうでしたか？お尻の緊張を解くと腰が楽になるということもあります。体が楽になることで心の方も少し楽になるといいですよね。ではまたお会いしましょう。